入川上神社下社は奈良県吉野郡下市町長谷にある神社。式内社及び22社の論社。旧社格は官兵大社で、現在は神社本庁の別表神社。社名は川上村の入川上神社上社に対するものである。以前は高尾神であったが、大正時代に祭人の変更があり、現在の祭人となった。なお、祭人は、 入大明神で、ニュー洲姫神社の祭神であるニュー洲姫神のことであると、する説もある。上古の由一書は、不詳で、土地の古老の伝えに、入社の鳥居が、洪水によって流されてきたので、それを拾って、身体として祀ったのが宗主であるというが、当神社背後の入山山頂に、祭神遺跡と、お式菊系の石群があること、また、社前を流れる入川流域には、 入神社が点在すること、かつては付近に、五堺、五式、武器分位、三景、祈願位、三垂らしい、水はめの位、降臨位、北へ一位と,といった多くの井戸が湧き出していたことなどから、古くからの水神信仰があった可能性もある。江戸時代前期以降、式内社の所在地についての交渉が、盛んになると、式内大社入川上神社については当時、入大明神と称していた。 当神社に否定する説が有力となった。その後、朝廷や幕府においてもこれを認めるようになり、法令7年に中御門天皇の勅使が左見されたのをはじめ、時には旧の方兵がなされ、また、嘉永6年に黒船が来航すると、翌7年に公明天皇が当神社に戦時を下して、国家安泰を祈願し、文久2年には上位を祈願するなど、22社の一社として、 偶された。文久三年、天中組の放棄が起きると、橋本若狭や中井越前という当神社社家の者がこれに参画したため、東伐軍の陛下により、本殿が離祭するとともに、拝殿や社務所などが消失した。明治四年に、官兵大社に列したが、同六年に、当時の将軍寺、江戸正積が、当神社の鎮座地は官兵七年の大乗官部。 大近世大和国入川城牛神社か一時に記す、入川上神社の四地教域に合致しないことを指摘して、当時の高尾神社を式内入川上神社に否定し、翌明治七年には当神社を口の宮と称すとともに、高尾神社を奥の宮と称して、これを諸葛するようになった。その後、江戸説が認められて、明治二十九年に当神社を入川上神社下者。 奥の宮を同乗者と解消し、二社を合わせて、官兵大社入川上神社とされた。だが、大正4年、現、中社のある、東吉野村出身の森口奈良吉が、入川上神社校を表して、有通神社イコール、入川上社説を唱え、これが受け入れられたため、同11年10月12日内無償告示で、豪社入川上神社、奈良県吉野郡小川村鎮座、 祭神水羽目の神。右官兵大社入荷は上神社中社と、帝メラルルムネ、ヒアオグデとされ、神谷城下社は中社に包括される形で、改めて三社を合わせて、官兵大社入荷は上神社とされ、当神社祭神も高尾神から闇神に改められた。第二次大戦後の昭和27年に独立し、現在は神社本庁に属して、その別表神社とされている。 明治5年までは公文書や社人と称する世襲神職があった。社記によるとその起源は文明年間に遡ると伝えるが、近世においては橋本、菅、河井、中井、向井、今世の六夜が奉仕してきた。勘政時代に社職を離れたが、子孫の家はその後も神事係として当神社に関わっている。ありがとうございます。